財政力指数ってご存知ですか？都道府県や市町村の財政状況を示した数字で、大きいほど財政豊かな自治体となります。そんな財政力指数が各都道府県で一番高い市町村をランキングしてみました。ランキングの前に、財政力指数とは何か解説したいと思います。財政力指数とは、1年の基準財政収入額を基準財政需要額で割った数のことです。通常は過去3年の平均を取った値が用いられます。基準財政収入額とは、簡単に言えば自治体に入る税収入のことで、基準財政需要額とは自治体の財政支出を指します。つまり、基準財政収入額が基準財政需要額を上回っている自治体は、財政力指数が1を超えることとなり、財政豊かとみなされて地方交付税が不交付となります。財政力指数が大きい自治体を分類すると、主に5つに分けられて、1、工業や商業が発達した地域、2、原子力発電所がある地域、3、別荘地や温泉地、観光地、4、大都市のベッドタウン、つまり人口増加をしている自治体とも言い換えられます。5、都道府県庁所在地、様々な集積がある都市。今回のランキングでは、ランクインした市町村がなぜ財政豊かなのか、この5つの分類で分けました。それではランキングいってみましょう。
ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。